大塚公園は東京都文京区大塚にある文京区立の公園である。土地の一部は豊島区にまたがっている。ラジオ体操、桜の名所、自由広場など子供、家族、老人などの多くの人々が利用する庶民的な公園。なお、この公園がラジオ体操の発祥の地と言われている。現在も多数の人が毎朝ラジオ体操をしている。 その活動の始まりは、ラジオ体操が始まった翌年1929年の1月15日で、ある。園内に、大塚子育て地蔵村の石仏家が数体ある。年代が判明しているものは、300年以前の1665年、1674年、1678年で、あり、王子の里人が豊作と、子孫安楽を祈願し放造したものである。 大塚通事長の路棒に置かれていたものを、1945年、第二次世界大戦の戦火で被災し、その後大塚公園に移された。文京区立大塚公園緑の図書室と集会所、十公稲荷社、非常災害用井戸もある。江戸時代か永年間、この辺り一帯は、松平長戸守の下屋敷が設けられていた。1896年、東京市立養育院が、 この地に移転した。1923年9月1日に関東大震災が起こった。理災症病者救護のため内務省の委託により、東京市は東京市立養育院を大塚間医療用所として使用し、東京市立養育院は板橋町に移転した。3年後の1926年、東京市はこの地に市立病院、婦人受産場、林保館、 宅地並び児童健康相談所を設立した。その時、交際召喚基金経済所属地として取得した土地が利用しにくい崖地と窪地であった。この土地を1年間の欧米出発旅行から帰国したばかりの石田清東京大塚公園は1928年3月31日に開園、教材園もあり、当時は時代の先端を行く画期的な公園だった。 60年後の1988年から1991年に大規模な改修が行われた。この改修で緑の図書室が設置されたが、ベランダのライオン噴水口が塞がれるなど、初期の公園設計の意図のいくつかは失われた。文京区民ラジオ体操祭、コラビと文京教文京口域公益活動情報サイト石田清、石瀧義。 新しい都市公園大塚公園の設計志向、庭園と、風景10巻4号、1928年、石田清、新しい都市公園大塚公園の設計志向、庭園と、風景10巻4号、1928年、クロックスクラウズ、大塚公園。ありがとうございます。